車掌スイッチとは、鉄道やバスにおいて、運転士や車掌が、ドアを開閉するために使用する装置である。東京メトロ1万系電車の車掌スイッチ西部六6000系の車掌スイッチと、周辺機器個別開閉対応型車掌スイッチは、鉄道車両やバスの乗務員室内に設置されており、古くから見られるタイプでは、上下に1本の棒が貫いた形状をしている。比較的新しい車両で見られる。 タイプのものでは、上下に一つずつ押しボタンスイッチがついている。上側に、閉と書かれたスイッチ、下側に、開と書かれたスイッチがついている。基本的には、開ける際、下のボタンを押して回避、閉じる際には、上のボタンを押して閉閉させる。近鉄、高松こと平電気鉄道など一部の事業者は、開閉位置が逆の場合もある。安全のためスイッチ自体は、 車掌が所持する鍵によって、ロック、ロック解除することができる。棒状のものには、回路の接続、切断を転換するためのドーナツ型か角棒系の接点がついており、これによって、ドアエンジンを制御し、ドアを開閉する仕組みになっている。停車駅が近づいたら、車掌が所持している鍵で、スイッチのロックを解除し、列車が完全に停車したら、停車位置が所定位置であること、 操作するドアがホーム側であることなど、旅客の乗降に支障が生じないことを確認した上で、スイッチを操作し、ドアを開閉する。車掌スイッチは乗務員扉の傍らに必要な機器と共に設置している。西部6000系などで見られる。ユニットタイプは、上から非常、ブレーキスイッチ、乗降促進スイッチ、再開閉スイッチを設置し、隣に一部締め切りスイッチ、 その下にアイズブザーがあり、さらに下に車掌スイッチを設けている。壁には走行表示と都会飛行車のモニタ表示等も設置している。鉄道車両のドアにはとしめ保安装置が搭載されており、走行中に誤ってスイッチを操作してもドアが動作しない仕組みになっている。車掌スイッチの近くに走行中か走行と書かれたランプがあり、これが点灯している間はスイッチを操作しても、 動作しないまた、都市連動装置によりすべてのドアが閉じて、運転台の知らせ灯が点灯しない限り主制御機の立行回路が構成されない。回の状態で停車した場合は、以下の2種類がある。また、都市保安装置の故障の際、この機構を開放する非常短絡スイッチを設けている車両もある。このスイッチを投入している間は、走行中であってもドアを開閉することができる。 ドア故障などで一部、この扱いをする場合は故障したドアに保安要員を配置したり、その車両全体を立ち入り禁止として、前後の貫通扉を締め切りとする必要がある。東京都交通局6300軽電車の押しボタン式車掌スイッチ古くから、ある直接制御式では、一本の棒が本体を貫いており、進行方向を変更する際に運転士が、 車掌スイッチを操作する場合がある。これは、車両によっては編成中一箇所でも、車掌スイッチが回のままになっていると、閉操作をしてもドアが閉まらないことに起因する。このため、始発駅出発前に運転士は、車掌スイッチの確認も行っている。間接制御式では押しボタンによるスイッチを上下双方に設けていることから、折り返し時に蒸気の操作が不要となっている。特に、 ワンマン運転を実施している路線では折り返し時の操作を省略するためにこの方式を採用する車両もある。この場合、一部の車両では側面の壁方向にボタンを設置し、回避は誤操作防止の観点から2ボタン、閉費は1ボタンとしている事例も多い。これのと、他のと、編集国鉄セロ165系のデッキにあった車掌スイッチ。これはこの扉のみ、他は、 その他の扉に作用するドアを開閉するスイッチの棒は、一つだけのものと二つついているものがある。二つある場合は、これのと、他のとと書かれていて、このと用、おさべ用ということもある。それぞれ別々の扉を扱うスイッチで、使い分け方は、事業者や車両、両数などによって異なっていて二通りある。最近ではスイッチが一つだけの車両が増えている。の方式は、 車掌が車内改札などで乗務員室を離れたままドア扱いをする際に用いられる。その手順は以下の通り、回避時はこれの塔先に操作して目の前の扉のみ開けて安全確認をした後に他の塔を操作して編成全体のドアを開く。閉費時は他の塔先に操作して目の前のドアを残して編成全体のドアを閉じ安全確認の後に これのとを操作して目の前の扉を閉じる。かつて搬出式運転台が一般的だった時代には運転台のない側には乗務員扉がない車両もあり、その場合には編成後端でも同様の操作をしていた。なお、校舎の方式を採用している路線の中にはホームが短く1両分はみ出して停車する際に1両分のドアを閉め切りとするため、 パノトだけを操作する方式をとっている事業者もある。車内保温対策、編集車両に扉個別スイッチを設けた場合、車掌スイッチもそれに対応している専用品を使用することが多い。鍵を通常の入り、説に加え、個別操作機能を作動させるために、専用の鍵ポジションがあるタイプが主流となっており、通常の入りに相当する位置は自動と表記され、 個別動作機能用は半自動と書かれているが一部の事業者では通常の車掌スイッチに動作機能を切り替えるスイッチを併設している列車を運転する際には車両の前後を認識させ車掌スイッチの操作は後部車側でしか操作できなくすることが多いこれは運転台にある方向切り替え機という装置で切り替え位置は前中後がある通常の運転時には 進行方向側を前、後部側をあと位置に合わす。これによって各機器の機能が切り替わる。なお、鉄道事業者によっては、運転切り替えスイッチや、と平切り替えスイッチ、前後切り替えスイッチと呼ぶ場合もある。また、ワンマン運転を行っている路線では、折り返しの際に、この操作をするのは手間がかかり、誤操作の恐れもある。このため、マスコンキーの挿入した側を、 前方向と認識させる。このための装置として、と、平成魚切り替え装置を両戦闘車の床下に搭載する。これは前述した前後認識のほかワンマン、ツーマン切り替えスイッチの操作で、運転代行平手元スイッチ及び、側車掌スイッチの操作を制限させる機能がある。さらに AT o 送受信装置とのインターフェースにより、ホームドアと車両ドアを連動して制御させる機能がある。 特にこの装置を採用した場合、方向切り回帰の省略が可能となることから、通ン運転の路線でも導入している場合もある。なお、事業者や路線、車両形式によっては、編成中間の運転台付き車両や、先頭の車両でも、車掌がドア開閉をできるようにしている場合もある。特急列車などの車内改札では、進行方向に対して、前から後ろに、 乗客に対面で対応する方が良いとする事業者の中には車掌による始発駅でのドア開閉を先頭の運転室で行う事業者もある。他の例ではホームが短く1両分はみ出して停車する際、上り列車も降り列車も同じ側に1両はみ出す。関係で先頭側がはみ出す場合では運転士が他のとのスイッチを操作する事業者もある。ありがとうございます。